コービアムです。フーミンです。バカッチ TV です。今回武蔵小杉来てます。はい、武蔵小杉でやる企画、学歴エンジェルホール。武蔵小杉の町から、はい、偏差値がローの人とハイの人、はい、それぞれお互い見つけます、はい、その差が大きい方が勝利と、はい、そういう企画ですね。ですね、はい、風すげえな、ね、やばい。ちょっとね、ちょっと今日は波乱の予感がします。ですね、この動画ね、面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価、概要欄から SNS のフォローもお願いします。負けた方からは、負けた方からはこちらの僕らのパーカーですね、はい、新品を視聴者の方に1名プレゼントさせてもらいます。はい、ではいきます。はい、武蔵小杉で学歴エンジェルホール。わかって TV。武蔵小杉にいるお姉さん2人見つけました、はい、今日は何しに来たんですか？ピクニック。ピクニックこんな日本が大変な中おいおい、のんきにピクニック。お弁当手作りか、はい、持ち込みかで額分かるんですよ、はいはいはい、確かに。ただね、言うと、はい、持ち込み派の方が高学歴多いと僕は睨んでます。あ、逆にね、はい、今日はお弁当はどんな感じですか？はい、出ました、マクドナルドです。これは低学歴の食べ物ですね。低学歴の、大体マクドでたむろってるやつ、ロックなやつおらん。おい、じゃあとバイト聞いてもいいですか？パン屋さん。パン屋、小学校の夢でしょ、大体パン屋さんと花屋さん。メルヘンなんすよ、頭が。じゃあ、ビアマエンジェルホールします。お、こちらのお姉さんで、はい、ローで行っていきたいと思います。ローですか、はい。お姉さん、今帰ってる学校、どちらか教えてもらってもいいですか？横浜労災専門学校、看護専門学校。あ、うーん、これ専門学校ですよね。ただエンジェルホール的には、はい、ドボーン。ええ、ドボンなのこれ？専門学校短大高卒はダメというルール、うん、マジで？あたー、ちょっとフーミンさん、まだ武蔵小杉して一組目なんで、うん、ちょっともう一度勝負させていただけないですか？じゃあ、俺の最終学歴を、はい、B 山が言ってくれたら、はい、もう一回やらせたってもいいよ、チャンス。俺の最終学歴は、うわー、踏み絵みたいなもんじゃねえか、もう。勝ちたんやろ、この学歴エンジェルホール。くそー、俺の最終学歴を言ってみろ。京都大学です。そうや、俺は京都大学中退、京大出身やねん。高卒ちゃうぞ、お前ら。ビアを認めたぞ。はあ、絶対負けねえこの勝負、負けてられるか。はい、というわけで武蔵小杉にお兄さん見つけました。はい、これは期待大じゃないですか？ちょっと大ですよ、これは。結構いい眉毛してますね、はい、ブラジル高原のような。おい、やめろ、どういうことだろう、本当に。出身から聞きましょうか、うん、出身どちらですか？はい、神奈川県。あ、はい、じゃあもうこの辺ですね。声ちっちゃいですね、どうしたんですか？いや、普通にちょっとオーラに圧倒された、はい、この京都大学のオーラに。いや、おい、おい、勝手に言ってるだけだろ、お前。なんか、スポーツがやられてますか？スポーツやってました。おう、何やってました？サッカーやってました。おー、なんか KO とかサッカー多そうじゃない？あ、確かにね、うん、あれ爽やか系のね、スポーツ、うん、サッカー嫌いやね、俺。あ、サッカー嫌いそうだな。そう、ただ玉蹴りでしょ。いやいやいや、何の生産性もない。いやいやいや、誰でもできるスポーツ。いや、お前ひどいな、ほんとひがみだろ、完全に。おいくつですか、年は？年で大学1年生になる。じゃ、この春からってことですね。なるほど、なるほど。新生活の不安を教えてくださいよ。勉強でやっぱついていけるかっていうのは。あ、勉強が難しい大学、これはいきます。エンジェルフォール。はい、でいきたいと思います。いかれた。さあ、頼む、いい大学になってくれ。お兄さんの最終学歴、今これから通う大学学部教えてください。東京薬科大学薬学部。ちょっと低い。謝れよ、お前。いやいやいや、いや、決して低くはない。薬学部大変ですよ、確かに。試験大変なんですよ、医師薬系はね。なるほど。じゃあ、東京薬科大学薬学部、はい、偏差値 52.5、はい、理系なんでプラス5して 57.5。 おー、低いわ、ミスった。やったやった、今日は絶対勝たなきゃいけない。はい、というわけで武蔵小杉で大きな荷物持ったお兄さん見つけました、はいはい。これは死体が入ってるんですか？PPA 警察。お兄さん、はい、はい、何かリアル聞きましょうか。そうですね、何が入ってるんですか？こっちがバットで、はい、これヘルメット。ヘルメット。あ、野球。
ソフトボール。ソフトボール。おー、なるほど、ね、あえてソフトボール。ソフトボールは額あるの？ソフトボールは額ありますね。ありますか？あります、あります、はい、インカレかどうか聞きたい。ああ、確かに。インカレではないです。あ、うわ、俺ね、多分あそこだと思うんだよね。みんな分かってる、あそこで、あそこの有名な私立大学。有名私立？あそこですよ。なるほどね。僕はロックオンしました。アルバイト聞いてもいいですか？じゃあお兄さんからアルバイトしてください。コンビニです。コンビニ。はい、こっちはラーメン屋です。ラーメン屋、低い。でも低いからローで行きます。おー、行った。ローで行きます。ロー。はい、帰って大学学部教えてください。慶応義塾大学理工学部。あっ、アホや、アホや。どこや思った。ローや言ってたよ。いや、正直もうね、大東文化とか。いや、アジアとかね。はい、じゃあ出ました。慶応義塾大学理工学部偏差値65、理系なんでプラス5して偏差値70です。それがローなんで、70より高いところ。エンジェルホールなんで弱いの、こんなに俺。やばー、弱すぎだろ。はい、というわけで、はい、武蔵小杉にいるお兄さん見つけました。はい、趣味なんですか？ラジオ聞くこと。ラジオ？それ今の時代？なんか芸人が好きで、おお、深夜にやってる芸人のラジオ。はい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 。じゃあ好きな芸人さんで額わかるんで。あ、なるほどね。教えてもらってもいいですか？一番好きなのは三四郎です。出身どこですか？出身は熊本です。僕センター地理100点やったんで、はい、熊本クイズいきます。はい、熊本といえば、はい、阿蘇山ですね。はい、で阿蘇山は、はい、なんかもともと日本一大きな山やったんですよ、はい、本当は、はい、で噴火で吹っ飛んで、はい、山井で平地山っていう地形になってるんですね。はいはい、それをカタカナ4文字で何と言いますか？え、わかんないです。え、山、答え言ったれ。カルデラです。正解、カルデラなんですよ。B 山でも分かる問題ですよ。これはアホです。でも最低限大学は行ってるだろうっていうアホですね。はい、行きたいと思います。学歴エンジェルホールローです。はい、さあ来い。はい、整理しましょう。東京薬科大学を僕ハイで選んでるんで、はいはい、57.5 より下で大学生であれば、はいはい、エンジェルホール作れます。はい、お兄さんの最終学歴、大学学部教えてください。大阪大学の基礎工学研究科。ちょい、三大一。感じなかった学を。大阪大学工学部、はい、偏差値60、国立なんでプラス5、理系なんでプラス5、偏差値70というわけでエンジェルホール達成ならず。来たぜー。フーミンが自爆したから今度は B 山が70より上を見つければ B 山の勝利だ。まだアラサーには道が残されてる。探すぞー。賢いぞ。はい、じゃあムサコで賢そうなお兄さん見つけました。普段からムサコにいるんですか？近くに住んでますね。はい、あ、近くに住んでるんですね。はい、なるほど。趣味は何ですか？スノーボードです。スノーボード来た。凡人はスキーするんすよ。はい、スノーボードはちょっと変わったやつがするんすよ。はい、今は結婚されてますか？あ、してます。あ、奥さんどういう方か教えてもらってもいいですか？そのなんか性格的なもので。性格、はい、なんか奥さんどういうところが好きですか？料理ができて。はい、料理ができて。いいっすね。落ち着いてて。落ち着いてる。お、まあ、ノリもいい。ノリも。これは高学歴の求める女性です。はい、で勝負します。学歴エンジェル4。いけんの？いや、これはね、僕は東工大だと思ってます。東工大？絶対東工大だ。営業？行きますよ。じゃあ、お兄さん最終学歴帰ったら大学学部教えてください。東京、はい、工科大学です。よっしゃ、エフランだ、エフランです。あー、惜しい、あと一文字。惜しかった。はい、じゃあ東京工科大学、偏差値45です。まあ、理系なんでプラス5して偏差値50。エンジェルホールならず。武蔵小杉が波乱だった。はい、というわけで、武蔵小杉で学歴エンジェルホールやってきました。はい、高田風美が選んだのはハイで東京薬科大、ローで大阪大学。というわけでエンジェルホール失敗。ビヤマが選んだのが、ハイで慶応義塾大学、下が東京工科大学で、ドボンと
という結果になりました。まさかの2人ともエンジェルホール失敗というわけで、いやこれはね武蔵小杉難しかったね、ほんとハイからローからね、いろんな人いました。はい、これはすごく難しかったですですね、はい、ちょっと次こそは、はい、いいエンジェルホール見せたいなと思うんで、はい、チャンネル登録と高評価、概要欄から SNS フォローもお願いします。次負けへんからな、いや俺も負けねえから本当に。そういうわけで今日はこの辺でバイ。わかっTVでお悩み相談を募集します。わかっTV見てるみんなの大学生活の悩みや恋愛の悩み、アルバイトの悩み、サークルの悩み、そんなん俺らに教えてくれたら代わりに俺らが解決したるわ。詳細は概要欄を見てや。